初出動での機体の調子はどうかね、アレックス。はい、問題ありません。よし、ではすでに知っていると思うが改めて説明しよう。今日からアレックスには我々の警備会社である密令セキュリティサービス、通称 MSS の特殊部隊に所属してもらう。言うまでもないが、 MSS は親会社であり、ここ惑星セブンティアを統治しているマグニ社の専属警備会社だ。つまり警察も同様ということになる。その意識を常に持って行動してくれ。パートナーの副パイロットは君の横にいるマーガレットだ。マーガレット、アレックスのアシストをよろしく頼む。了解です、ブラウン隊長。君のパイロットとしての腕は折り紙付きと聞いている。期待しているよ。ありがとうございます、期待に添えるよう頑張ります。アレックス、オペレーター担当のニーナです。よろしくお願いしますね。こちらこそよろしく。早速ですが、セントラル通りにて強盗事件が発生中です。現場に急行してください。了解、現場に向かいます。大したことなさそうだな。初任務は楽勝だな。パートナーが知ってる顔だからっていきなり砕けすぎだわ。もっと気を引き締めなさい。へいへい、分かってますよ。それじゃあ出撃するわよ。よっしゃ、気合い入れてくぜ。武器はメインウェポンとサブウェポンの2種類よ。そんなことで大丈夫なの？分かってる分かってる、大丈夫だって。今のうちに操縦方法を確認しておきなさいよ。スペシャルウェポンの使い方も忘れてないでしょうね。目標確認、さっさと捕まえて帰るわよ。了解、サクッとおしまいにしてやるぜ。俺に追いつけるかな。ふざけやがって、挑発のつもりか。強盗犯といっても相手は対応の作業機。落ち着いて対処すれば問題ないわ。了解、よし、ブースターを一丁破壊。少しは楽に見えるかしら。なんだ、スピードを上げやがった。このブースターは飾りか。ちょっと遅らせちゃったかもね。ほら、早く追いかけましょう。多数の小型機が接近中。ちんまいのがうざったいな。これじゃスピードを上げられねえ。一体どこかでいくら倒してもキリがないぜ。おそらく作業用の無人機を改造したものよ。一体どれだけいるんだ。一般車両、注意して。ちょっと待て、上に砲台が乗っかってるぞ。どういうこと？相手はただの強盗犯じゃないの？トンネルに入ったわ。高速に向かうつもりね。追いついたわね。おっと、どこで遊んでたんだ。捕まえる気がないならさっさと帰るんだな。あいつ、どれだけ舐めてやがるんだ。目標がアームで小型機を捕獲。どやつもアーム小型機の破壊を確認。少しはおとなしくしてくれないかしら。また別のを掴んだぞ。アームを破壊するしかなさそうね。よっしゃ、やってやるぜ。やった、アームの破壊を確認。なに、交差点に突っ込む気か。ぶつかるわ。いや、なんてことするなよ。下方から小型機接近。気をつけて。こんなところでドンパチやりやがって。初日から始末書ものじゃねえか。前方に再び交差点。またかよ。容赦ない野郎だ。やっとしたぜ。また剥がされるわ。追いつける。やれやれだぜ。
後方から小型機が高速接近中。休ませてはくれないみたいだな。あいつもシールドを張ってやがる。作業用の機体をどこまでカスタムしてやがるんだよ。しぶといわね。そろそろ捕まってくれないかしら。シールドが切れたか。相手のシールドが解除されたわ。今よ、ブースターを破壊して。これで地獄に送ってやる。危ねえ。こっちは初日なんだからもっとお手柔らかに頼むぜ。そんなこと言っても犯人には通用しないわよ。持ってかれしまったか。だがまだだ。こっちに突っ込んでくるわ。避けて。くそ、捕まるくらいなら一緒に地獄に送ってやる。諦める気全くなしだな。もうちょっとよ、攻撃を続けて。了解だぜ。なかなかいいんじゃないの？